はい、東京望月です。入管関連でお聞きします。先週ですね、TBS の BS 報道1930という番組の中で、法務委員会与党筆頭理事の宮崎雅久議員が、飛行機で来る人のほとんどは難民ではないというかのような趣旨の発言をされて、今これネット上でも批判が続いております。松野官房長官としてですね、飛行機で来る、外国人の労働者等々の方たちの多くは、難民申請をしても難民ではないというご認識なのか、この見解をお伺いできますか。私ご指摘の番組を見ておりませんし、その発言に関する前後の文脈等も承知をしておりませんので、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。はい、関連で、宮崎さんの、質問というのは、後で知っていただきたいんですけれども、与党で法案審査の、審議の土台をずっ と、入管庁と折衝しながら詰めていった方です。そういった方がですね、今常識的に飛行機で来ることが難民、飛行機で来る難民もカナダなんかでもトルコの方すごく多いですけれど、そういった、一般的な常識さえないまま今回の法案の根幹が築かれたということは、非常に問題だというふうに思っております。ご回答できないということでそこはいいんですが、で長期収容について入管法改正は長期収容を、変えていくためにやるんだというお話を昨日再三、官房長官されてました。でこの点なんですけれど、実は入管法が変わる前から第二次安倍政権で原発汚染についてアンダーコントロールだと言って、東京五輪ということが決まって、で2020年の東京五輪に向けて安心安全な街づくりをしようと、こういう目標を当時の法務省、入管庁、警察庁等々が掲げて、これによってこれまで在留特別許可で仮放免状態だった方が厳しい規制を受けて収容されたり、それからそれまでは半年で出れたような人たちが2年2年半、8年7年という長期収容が始まったんですね。なのでこれは法律の問題でなく、当時の安倍官邸、それからその入管庁、法務省の規制を強化し安全安心な街を作ろうと言ったことがきっかけとなって長期収容が始まりました。でこの後ですね、ご存知だと思いますが、全国で入管施設でハンガーストライキが始まり、2019年にはナイジェリア人の男性がハンストによって餓死するという痛ましい事件が起こって、この入管法の改正を審議しようという話が始まったんですね。でこの前提をもとにもう一度聞きたいんですが、こういった意味を考えると、やはり入管庁側を一定の規制をかけられるような長期収容をさせないためには、前回2年前に修正協議で出ていたような原則半年間の収容とするというような海外では当たり前の一定の上限規制、これをやはり法案に入管庁、政府として盛り込むべきではないかということが、私だけでなく、多くの識者や弁護団、支援者から出ております。この点についてもう一度松野さんお答えいただけますか。まず政府としての考え方、姿勢においては、法務大臣をはじめ法務省の方からなされている通りであります。仮釈放等をめぐりましては、仮釈放を行えば逃亡する恐れがある者がいること、また現に仮釈放と申し上げましたけど、仮放免を行えば逃亡する恐れがある者がいること、また現に仮放免中に逃亡する者も多数出ていることなどが指摘されていると承知しています。またそもそも長期収容に至る背景には、送還危機者の存在があると承知していますが、我が国からの送還が妨げられる理由としては、我が国から退去を拒む外国人を入国警備官が航空機に同乗して本国に連れていく場合、その外国人を本国政府に引き取ってもらう必要がありますが、自国民の受け取りを拒否する国が存在すること、送還するための航空機において激しく抵抗し、機長の判断により搭乗が拒否される者がいることなど、さまざまな要因があると承知しています。詳細につきましては法務省にお尋ねをいただきたいと思います。
関連ですか。はい、関連です。まあ、そう言いますと逃亡の恐れがあるのでやはり収容すべきだという考えがあるのかなという気がするんですが、昨日もそこもお聞きしてます。先々週ですね、クルド人の仮、いわゆる在留許可のもらえてないような子どもたち200人が国会議事堂前に募りまして、大人300人と合わせてどうか日本に住まわせてほしいと、自分たちの夢をなんとかここで実現させてほしいと、まあ、切々と小さい子どもたちが訴えておりました。まあ、こういった子どもたちにもですね、長官の立場では、これはまあ強制退去令書が親と同様出てるのだから仮放免、在留特別許可を与えられないんだという認識なのか、収容が必要だという認識なのかお答えいただけますか。法務大臣による在留特別許可に関する判断については、まあ、個別具体的な事案ごとに家族状況や人道的配慮の必要性などさまざまな事情を勘案した上で判断がなされるものと承知しています。お尋ねのようなご家族の事情についても法務大臣において一件一件丁寧にその事情を勘案して判断していくものと認識をしていますが、詳細に関しましては法務省にお尋ねをいただきたいと思います。関連ですか。もう一個関連です、すいません。先ほど、まあ、逃亡者が相次いでいるということでした。入管の発表では1400人の方たちの行方が分からなくなっている。でうち細かい推計値を入管出してませんが、約半分が、ミャンマー、ベトナム人等々の方ではないかと言われています。で一方でベトナムというのは日本の、多くの麻生太郎さんはじめ国会議員、自民党議員との結びつきも、まあ、強く、こういった人たちに強制送還ということは適用されないだろうという指摘も取材では聞いております。そうすると先ほど言ったような、まあ、自国に帰ることを拒否している、例えばイラン人ですね、イラン人の方とか、それこそトルコで迫害を受けているクルド人の方、こういった方たちが一斉に送還、強制送還の対象になるんじゃないかという声が出ているんですね。でイランに関してはご存知だとは思いますが、昨年政治犯2万人以上の方たちが政府によって逮捕され、まあ、そのうちの一部は拷問を受ける死刑になるというような、まあ、残忍なニュースが相次いでおります。こういったところにも、まあ、官房長官としては、退去令書が出るんだから自ら希望して、そのイランに帰るべきだ、もしくはトルコに帰るべきだ、こういうお考えなんでしょうか。人道上の危機に直面し真に庇護すべき方々を確実に保護をしていくということも重要な課題の一つであります。一件一件丁寧にですね、個別事案におきましてはその事情を勘案して判断していくものと認識をしております。統一教会に関してお聞きいたします。東京も続きです。統一教会の解散命令請求に向けた動きに今停滞感が出ていると報じられています。文科庁がこれまで、文化庁ですね、半年間にわたり5回質問権を行使しておりますが、つい最近は教団側が封書1通で回答するなど、まあ、実のある調査になっていないのではないかという指摘も出ています。これ政府としてですね、解散請求に向けてこれ質問、解散請求権を行使するというおつもりが今でもあるのか、この現状停滞しているという指摘に関して官房長官の お考えをお聞かせください。解散命令の要件は宗教法人法で厳格に定められており、この要件に該当するかどうかの判断にあたっては法人の活動に関する十分な実態把握と具体的な証拠の積み上げが不可欠と考えています。そのため旧統一教会については報告徴収質問権の行使をするとともに、文部科学省において被害者の方々や被害の事案をよく知る全国弁連からも資料や情報提供をいただき分析を進めているところと承知をしております。こうした対応を着実に進め、その上で法律にのっとり必要な措置を講じていく考えであります。ということは東京も知事です、つまりこれから請求を行うにしてもまだまだこの調査が長期化していくというふうにお考えなんでしょうか。先ほど申し上げた通りであります。はい、じゃあ別でですもう一点、坂本龍一さんが亡くなった音楽家の坂本龍一さんが、
文化庁長官長岡文科省等々 にも手紙で送られていた東京外苑の再開発についてお聞きします。まあ、これは都と再開発事業者等々との問題というところもありますが、これ全国海外からもいろんな声が集まっていて、今オンライン署名は20万近くに達しようとしています。でこれ長官いろいろニュースでお聞きしていると思いますが、長岡文科大臣や文化庁に対しても坂本さんは、まあ、今の都市開発というのはかつてのようにスクラッド&ビルドではなく、やはり今ある100年以上生きている800本近い企業を生かした上で、やはりこの都市の再開発を進めるべきではないか、この800本近くの企業をですね伐採することこそ、まあ、今政府も取り組んでいる SDGs の流れ等々にも反しているのではないかと指摘されています。まあ、長官としてですねこの問題をどういうふうに受け止めていらっしゃるかというのをお聞きしたいんですが、ご指摘の事案を報道等で承知をしております。まあ、プロジェクトを推進するにあたりましては、まあ、様々な立場からのご意見があるかと思いますが、文科省において適切に対応していくものと考えております。